皆さん、こんにちは。2020年合格目標、初学者向け行政書試験対策効果的学習法とスケジュールの組み立て方というタイトルで約1時間ほどガイダンスのお話をさせていただきます。担当いたしますのは、レックス専任講師で弁護士の日高と申します。よろしくお願いします。 私この2020年のその合格目標の初学者向け講座ですね合格講座という講座の収録を担当一部ですね担当しておりますので、えー、まあぜひですねこちらの方お聞きいただければと思います。でまずですねこれ毎回あのガイダンスの時に生講義のガイダンスでもですねお話ししてるんですが何であの弁護士なのに。 行政書士の口座を教えているのかというご質問をですねいただくことあるんですけれども、まあ、この点についてはですねちょっとお話を始めますとあの1時間という持ち時間が ほとんどなくなってしまいますのでそこはちょっと割愛させていただきましてもしあのご興味のある方で関東近辺にですねお住まいの方は一度私の,その生ガイダンスですとかあるいはその無料体験講義ですね、まあ、その機会にあの来ていただいてどしどしですねあのご質問いただければなぜ行政書士の講座を教えているのかということについてお話できるかと思います。 でえー、早速ですが、えー、今回、この、えー、効果的学習法とスケジュールの組み立て方というタイトルで、えー、ガイダンスをさせていただきます。もちろん、これあの、皆さんあの、ウェブでですね、まあ、動画配信という形でご覧になっている方、多いと思いますので、えー、途中で適宜ですねストップしたり、まあ、あるいはもうあの聞かなくていいやということであれば、もうそこであの止めていただいてもちろん結構ですが、ただ、あの行政処置試験というですね試験に関して、 少しでも興味をお持ちの方について対してはこれ非常に有益な学習方法ですとかスケジューリングについてのお話ができるかと思いますのでそれをぜひです、ね、聞いていただきたいと思います。どちらかというとその効果的な学習法ですねこちらがややウェイトが高くなる予定ですけれどもスケジューリングに関してはですねこれはあとで結論申し上げますが まそれをあのきちんとですね聞いていただければと思います。でまずそもそもですね行政書士というのは一体何なのかということで行政書士という資格そのものですねこれあの興味はあるあの聞いたことはあるし興味もあるけれどもま今一つですね何をやる人なのかピンとこないなという方いらっしゃると思います。でこの皆さんのですね。 こちらの、えー、スケジュールそのスケジュールものっておりあの一緒にあの、えー、合わせてですねけ、えー、挟み込みされております、えー、このパンフレット があのレが、えー、作られているわけですが、このパンフレットをですねもしあのお手元に、えー、お持ちの方はですね、まあ、お持ちでなくても、えー、これは書店等で、えー、最寄りの,その書店などでですね、えー、手に入れることはできると思いますがこの行政書士パーフェクトコース指導と、えー、スタートというふうにあの黄色い文字で書いてあるものですねで、えー。こちらのパンフレットをめくっていくと、えー、その8ページ。 えですね。そこに行政書士の主な業務があの記載されていまして、これがまあ非常に参考になろうかと思います。で、大きくですね、二つの種類に分かれます。まず一つは、関公所に提出する許認可等の書類の作成ですね。これはあの行政書士法という法律がありまして、その行政書士法の一条の にですね1条の2という条文がありますそこにこの行政書士は他人の依頼を受け報酬を得て観光所に提出する書類その他権利義務または事実,事実証明に関する書類を作成することを業とするとあるわけですねそして次の条文で1条の3という条文があります行政書士法ですね1条の3というのがありましてそこに いわゆる作成だけではなくこれ第1号という条文なんですけれどもあその第2号ですね失礼しました第2号という条文ですがそのいわゆる許認可に関して提出代理ですねこれもできますということが書かれておるわけですね。まあ、このように作成のみならず提出代理までできるわけですからいわば「 これから例えば飲食店を開きたいなという方そのご要望を受けてでじゃあ飲食店を開くのに一体何が必要なのか例えば食品衛生法上の飲食業に関するその許可ですねこの許認可申請こういった許可申請の手続きを代理すると。具体的には申請書を作成し えー、そして作るだけじゃなくてそれをさらに代理人として、えー、役所の窓口に持って行って提出するというそこまでをですね、えー、やってで報酬を得ることができるとこれがまず一つ目の業務ということになりますこの、えー、観光署に提出する許認可等の書類の作成並びに提出手続き代理というところですねそして、えー、今二つ目が、えー、こちらですかね、えー、こちらですね、えー、上がってますけれども 権利義務事実証明及び契約書の作成とその代理そしてさらには相談業務ですねこういった民事法務とかあるいはその会社に関連する企業法務ですねこういったものも行政書士の業務の一つとされております。でこれも行政書士法の1条の1条条でですねという条文で えー、まあ、権利義務関係の書類もまあ、1条の2ですね失礼しました1条の2の第1項で、えー、権利義務関係の書類も作成できますよとあるいは事実証明ですねに関する書類も作成ができると、えー、されているわけですねまあ、事実証明関係書類としてですね、えー、よくその行政書士が作成できますということで、えー、話題になるものが えー、あるわけけですけれども例えばあのちょっと変わったところで家系図というのがあるんですね家系図を作成して、えー、これできちんとですねあの例えば江戸時代だとかもっとさらにですね遡っていって、えー、古,くあの古くはですね一体どういった出自なのかまあそのどういった家柄なのかということを探っていくと。でこれはあのなぜできるかというあの行政書士ができるかというと、えー、これはあの戸籍を 請求すするるる戸籍を役所から取り付けけとといったことが許されているわけですもちろん戸籍制度ができる前の,です、ねえー、その例えば誰と誰の間の子供でといったところもさかのぼって調査していくわけですからそこはまあ戸籍の取り付けっていう手続きではなくですね、まあ、いわば古文書の読解といったようなことをやっていくわけですけれども、まあ、あのそういったちょっと特殊な業務も行うことができるわけですね。 まあ家計図作ってくださいと言って頼んでくるあのお客さんというのはあんまりいないかもしれませんが、そういう家計図を作成するといった意味で事実証明ですね。これもできますということになります。で、権利義務に関する書類の点検はもちろんあのいわゆる契約書であったり、あるいは権利義務のその確認のためのさまざまな書類ですね、を作成することができるということになります。さらにはあのいわゆる 企業法務、ね、として、えー、よく依頼が受けるものとしては例えば、えー、会社の設立を、えー、手伝ってほしいとで会社設立のまず第一歩は何かというと会社を例えばですね一つの国家国に例えた場合に、まあ、どの国にも憲法というものがあるわけですね。えー、特に日本とかアメリカのように成文憲法といって、えー、文章の形になっている憲法を、えー、持っている国がほとんどです。 文章の形の憲法を持ってない国はあのイギリスぐらいなんですけれども、えー、それ以外のいわゆる国々ですね、えー、これはもうほとんどがあの成文の憲法条文化された憲法をですね持っていると。で、えー、会社の話ですけれどもその会社に関して、えー、会社を国に例えた場合に、えー、その会社の憲法にあたるものが「えー、定款と呼ばれる書類があるわけですね。この定管のの定作成といったものが実は、 えー、この企業法務、えー、のと、えー、一つとしてですね重要になっております、えー、例えばですねこの <coughs>、まあ、各種契約書作成ですとか、えー、と書いてありますがこの中に、えーまあ、契約書ではありませんけれども定款といったようなものを、えー、作ってくださいというお願いを受けることがあるわけですね。もちろん定款作成というのは行政書士以外の、えー、侍業 ですね、例えば弁護士がその代表格ですけれどもこういったものが作,作成できるのは当然なんですけれどもただあのやはり行政書士の方が例えば弁護士にそれを依頼するとちょっと高いんじゃないのかと報酬たくさん取られるんじゃないかという懸念があるわけですね。その点行政書士に関しては えこれはもう行政書士はもうその文書作成に関してはスペシャリストと言えるわけですから、えー、文書作成、えー、きちんとですね、えー、的確なものを作成しでしかも安いといとうメリットがあるわけですねですから、えー、会社を作りたいんだけどっていう相談を受けてじゃあ定款を作成しましょうじゃあ定款作成の費用は、えー、いくらいくらですというふうに、えーえー、提示してで定款の作成をすると。<laughs> で実は定款に関してはこれは公証役場という役所に行って公証、まあ、人というあの特殊な公務員が働いている場所なんですけれども公証役場に行って公証役場でその公証人という特殊な公務員の認証という手続きを経る必要があります。ここのの人が行うう認証というものはこれはれ あの行政書士の勉強をしていくとあの必然的に行政法という科目を勉強することになりますけれどもその行政法の言葉で言いますとこれは行政庁交渉人という行政庁による認証という行政行為を行っているわけですね。行行政行為という言葉でピンと来なければ行政処分と考えていただければ結構です。ただまあおそらく皆さんですね行政処分と聞くと何かあのマイナスイメージ。 をお持ちかもしれません例えば金融庁がある貸金業者に対して重い行政処分をした例えば業務停止とかですねそういった行政処分をしたというような使い方をよくしますので何か非常にマイナスイメージ持っているかもしれませんがただ行政書士が関与するその行政処分というものはどちらかというとプラスの行政処分つまり許可とか。 認認可とかあるいはその今申し上げた、えー、交渉人の認証ですねこれいずれも、えー、その相手方つまりあの国民に対して一定の営業の権利ですとか、えー、あるいはその例えば会社を作りたいという人だったらその会社の設立の、えー、に必要不可欠なその定款の認証ですねこういう一定の利益を与える処分ですね。 こういったものに関わる手続きに行政書士が関与をしていくということになるわけです。ですから行政書士はどちらかというとまあ、皆さんのその希望あるいはその皆さんのプラスのその生活面でにおけるプラス面ですね。これをお手伝いするという非常にあの夢のある仕事であると言えるわけですね。 ですからこの行政書士のお仕事っていうのはどちらかというと人を幸せにしていく仕事であるということも言えるわけです。で、まあ、こういったあの行政書士のお仕事があるわけですけれども、まあ、詳しくはですねこちらのそのパンフレットを。 えー、お手に取っていただいて、えー、8ページ9ページに、えー、書いてあります「許認可業務」だとか、えー「民事企業法務」ですね、えー、こ,あのこんなこともできるんだあんなこともできるんだということをですねぜひ、えー、見ていただければと思います。えー、例えばあのいくつかですね代表的なものを見ておきますと、まあ、建設業の許可申請だったり宅建業の免許申請そして外国人の在留手続きですねいわゆる入管業務と呼ばれるもの。 あとはいわゆる風適法ですね、あの風俗営業適正化法に基づく風俗営業許可の申請などがあるということになります。 あの風俗営業といってもですねあのいかがわしいものばかりではもちろんなくて例えばパチンコ店だったり、えーまあ、そういったものですねあるいはその、えー、まあ,あの例えば女性が働いてたりしますけどキャバクラとか、まあ、そういったものの,その設立許可とか、えー、そ,の,あの,それの営業許可ですね、えー、についても、まあ、こういった行政書士のお手伝いが必要になってくるわけです。逆に言うとそういうととそい皆さんの,そのお仕事を、えー、設立許可ですとか 営業許可とといいう面でサポートをしていくと、まあ、非常にみんなを幸せにしプラスにしていくとそういう夢のある仕事であるということができるわけですね。で、まあ、今行政書士のお仕事についてかなり詳しくお話をしてますけれどもこれはもちろんその学習法と何の関係があるのかと思われるかもしれませんがこれ実は大いに関係があるんです。でそこで行政書士試験ですね。 これに合格をしないと原則として行政書士にはなれません。えー、例外としては例えばあの弁護士の資格公持ちの方は、えー、行政書士登録はできますし、あとは弁理士とか公認会計士ですね。こういう方々はもうこの動画はもう見る必要はないわけですね。えー、もうあの資格公持ちであれば、あとは登録申請をして登録をすればおしまいということになります。<laughs> で、えー、ただですねおそらく大半の方は ほとんどその弁護士だとか弁理士とか税理士とかですねある,あるいは公認会計士とかそういった資格をお持ちでない方が多いと思いますので、えー、そうであればですね、えー、きちんとその勉強をして、えー、毎年11月のおおむね第2日曜日ですねに行われます行政書士試験といった試験に、まあ、これ国家試験ですけれども合格して、えー、で登録をするという必要があるわけですね。 でその行政書士試験がどういうものかというのは今、の毎年1回おおむねその11月の第2日曜日です、ね、に開催されるものということでご説明をしましたが、まあ、もう少し詳しくお話をしていきましょう。まあ、これはあのパンフレットをお持ちの方であれば12ページに書いてあることですけれども、まあ、お持ちでない方はこの画面のほうを見ていただければと思います。でまず、<coughs> 出題形式科目別開店とありますけれどもこれは11月に年1回開かれるとで全部で60問の問題が出題されますで60問出題されて試験時間は午後1時から午後4時までですねのおおむねまあおおむねというか例年3時間ということになりますで、えー 全60問といっても全部同じ形式であるわけではなくてここに ABC と分類してますけれども A が五歯択一式といいまして5つ選択,肢が選択肢があってその中の1つを選ぶという形式になります。まあ、これはあのセンター試験ですとか、まあ、古くはあのきょ、えー、共通一時です、ね、の試験をお受けになっている方。まあ あの今この動画をはあのご覧になっている方はほとんどですね、えー、そういったいわゆるマークシート方式の試験を受けた経験のある方が多いかと思いますもちろん、えー、そうでない方は、えー、いわゆるマークシートの試験だというのが、えー、をまずイメージしていただきたいわけですね、まあ、マークシートが大半あのほとんどですねマークシートがほとんどこの五種択一式は典型的なマーク式ですね えー、つまりかかららままででののの選選択肢の中から正解を選んいいくというものになりますで、えー、B の多種選択式はこれもあの一種のマークシート型なんですけれどもこれはあの A とはちょっと違いまして、えーまあ、これどういうものかというとあ,のある文章の中にですね、えー、文章の中あ,ある程度長い文章が書かれてます大体いい短くても20行からさ、えー、長ければですねその場合、えー、もしくはそれ以上という非常に長い文章から えー、4種類の空欄あの4つとは限りません4種類の空欄が設けられてるわけですねあいうえといったように4種類の空欄が設けられてるでその4種類の空欄の中に、えー、20個の語句の候補ですね言葉の候補が挙げられていてその20個の中からその4種類の空欄に適切なものを、えー、1つずつ、えー、入れていくと。で適当なものの番号を、えー、マークしていくと。 いう形式のものですねこれを、えー、空欄法、えー、そのた、えー、多種選択式と呼んでいます多種選択式と呼ばれる形式のものになりますで、えー、この多種選択式と、えー、五種卓越式では配点方法がちょっと違うわけですねそれをちょっと後で説明いたしますさらに C の形式で記述式とありますこれどういうものかというと設問に対する回答を40字程度とありますね じゃあこれ完全にこれ自由記述かというとそうではなくて、えー、これはあのマス目がありまして45マスあります。15×3 段ですねで45マスのそのマス目があってそれを埋めていくわけです。もちろんそれをオーバーした回答はあの基本的には採点対象になりませんので45字以内というふうにまず理解する必要があるわけですね。 ただあの正解例というものが毎年あの、えー、行政書士試験センターというその試験を実施する機関からです、ね、発表されるわけですけれども、えー、その正解例を見ると中には、えー、36文字とかあつまり40字に達していないなもものもあるわけですねですから40時前後で45時以内で、えー、かあの回答を書くというそういう試験になります。40字というとう これ皆さん実際に書いていただくと分かりますけれども意外と書けないわけですねほとんどじゃあ何を書くかというとほとんどもうキーワード、えー、あるいはキーフレーズですね、まあ、それ書いて、えーま、マス目がほとんど埋まってしまうとそういう試験になります。はい、で、えー、今あのおさらいですがその五四択一式、えー、多四選択式記述式とこの3つの形式があるわけですね。 でそれぞれあの、出題の数は決まってましてこれが、えー、この本試験です、ね、の出題数のところになりまして出題形式,形式別に見ると、まあ、A の五死択一式が、えー、これが、まあ、あのその誤死択一式が実は54問出ます。で ここではです、ね、法令科目が46台というふうに書いてありますけれどもそのうち40台が五試卓一式になりますで。これに合わせて一般知識というまあ科目これもあの他の国家試験にはなかなか見られないですね、行政書試験の特徴的な資材ということになりますけれどもこれが14問あるわけですね。 でこの14問と、えー、そして、えー、法令科目の五試択一式これこの40問合わせて54問出るわけですね。で、えー、五試択一式は全部これ均一に、えー、1問4点の配点が与えられています。ですから、えー、54問のおかける4点ですね、えー、これ掛け算をしますと216点の配点が与えられていと これ行政書試験というのは180点以上得点すると合格できますただし一般知識による足切りという制度が設けられていますがこの、えー、いずれにしてもこの180点ですね一般知識の足切りはクリアした上で180点以上ですねの得点をすると合格するそうすると実はあの多種選択式だとか記述式ですねこれが0点だとしても あの択一でほとんど完璧に解けていれば、もう合格してしまうと、そういう試験であるわけです。ですから、あのこれは何を意味しているかというと、一般知識が得意な方。あのこれ十四問ありまして、全部で五十六点あるわけですけれども。一般知識が得意な方は、これはもう記述とか、あの多種選択式っていうのは。もうほとんど、得点する必要がないわけですね。むしろ。 その五詞択一式のマーク式の方に注力してですねえそこにも力を注いでいってえとにかく択一であの高得点取ればいいというふうにあの考えをもう絞り込むとそうするといろんなあの形式の,その問題に対応していくという必要がなくなるわけです。とはいえですねえ記述式っていうのは一問あたりの配点が非常に大きいと記述式の方から見ていくと記述式は一問が えー、なんと20点配点があるんですね、えー、記述式は1問20点、えー、これはあのパンフレットでいうと12ページに書いてあるんですけれども記述式がなんと1問あたり20点の配点が与えるわけですそうなるとまあ記述でゼロということはですねやはり、えー、もったいないし まあ、通常考えられない。なぜかというと択一の勉強がきちんとできている方はキ、えー、キーワーーーワド、キーフレーズが身についていてる方多いですですから、えー、何かしらは書けるわけですね。で記述式の特徴としてはこれは部分点が与えられますので例えばあの正解例とぴったりでなくてもあれあの例えば前半部分は合ってるけど後半が間違ってるとかあるいは逆のパターンですね。という方があのいた場合に。 えー、あとはその回答の趣旨、えー、と合致していることが重要ですけれども、えー、その正解例ぴったりでなくても、えー、部分点がいくらか与えられるという可能性があるわけですねですから、えー、このように部分点を狙いながらそのキーワードをきちんと書いていくということが、えー、一つ考えられるわけです、まあ、あこれは戦略ですね合格の戦略として考えられます <laughs> はいえー、そして、多種選択式はこれどういう配点になるかというと、えー、1つの文章に4つ空欄が空いているという話をしました。でその4つの空欄、えー、1つの空欄ごとに、えー、2点与えられていますで。4つ空欄があるわけだから、えー、多種選択式に関しては1問あたり8点の配点があるわけですね。で、えー、今度はの科目別に見ていきますと、まあ、どういった科目があるのかということも合わせてです、ね、ここで見ていきますと。<coughs> 法令科目に関してはまず最初に出てくるのは基礎法学といって例えば法令用語の読み方ですね例えば「または」という法令用語と「もしくは」という法令用語の使い分けなどに関する問題が出たりしますこれが基礎法学ですね。そして次に出題されるものがこれは憲法のの一式の問題とということになります、まあ、基礎法学は「五指択一」のみですね。 で憲法の五試卓一の問題これが五問これ毎年決まっています五問、えー、出ますで、えー、合計点はですね、えー、この配点というところに書いてある通りで五かける四で二十点ですねで次に五試卓一式の行政法が十九問出ます大きいですね、えー、憲法や基礎法学と比べると明らかにウェイトが高い つまり行政書士は行政法の専門家ですから行政法に強くなければならないそういう要請が働いているわけです。でその次に民法ですねこれが9問、まあ、民法は行政法ほどではありませんその約半分ですね半分以下ですけれどもただ、えー行,えー、行政書士というのは、えー、単にあの行政法規だけではなくですね行政法規だけではなくて、えー、民事法務とか あとで商法会社法も出てきますがこういう企業法務ですねも扱うことができるわけですですからこの民事法務も扱えるしどちらかというと民事法務の方を得意分野としているという行政書士も少なくありませんのでですから民法も強くなってほしいというそういう願いが込められているわけですね。 そして商法会社法、これはあの会社の,その定款の話を先ほどいたしましたけれども、会社法についても、例えばですね、クライアントから、今度はあの会社作りたいんだけど、その会社の定款を作成してくれませんかっていう打診を受けて、いや、私、会社法は苦手でだからとか、ですね私、会社法は全然勉強してなかったんでということで、定観の作成をお断りするというのは、非常にもったいない話になります。 あの会社の設立に関与するっていうことはこれはあの後々ですねその会社が、えー、自分の,その顧問先になってくれるという可能性は非常に高いわけですね、まあ、顧問にまでなってくれなくても、えー、例えば契約書作成などの相談をまあ頻繁に受けるということも十分考えられますので、えー、そうなるとですねその最初の入り口やらその定款の作成のところで、えー、お断りをするとあ あの行政書士は民事法務は全くできないんだな、あるいはあの、えー、会社法務は全くできないんだなというふうにですね、まあ、そういうふうにはもうレッテルバりをされてしまいますので、えー、ぜひですねこの会社法に関してもまあ、余裕を持って、えー、取り組んでいただきたいということになるわけです。<laughs> ただ商法会社法の出題、えー、もあの出題数というのはそれほど多くありません。商法から1問で会社法から4問ですねしかないということになります。 で多種選択式に関してはこれは択一よりはちょっと配点が高い、えー、ということになるわけですが憲法から1問ですねやはり憲法というのはあの国家の最高規範最高,最高のルールになりますので1問で8点ですねという配点が置かれています。で行政法についてはこれ、多種選択式ですね行政法が2問出ます。 やはり行政書士は行政のスペシャリストということで行政法から2問足し選択肢が出ます <laughs> そして記述は1問あたり20点と非常に配点が高いわけですがこの行政法から1問やはり出ますそうすると行政法のその点数をですね全部足し合わせていくと76点とそして16点これで92点ですね さらにこの20点の記述がありますので合計で112点ということになるわけですねで行政書試験はこれ全部の点数を合計していきますと300点満点の試験になります300点満点でうち6割である180点ですねこれを得点するとおむね合格できると で今まであの補正措置といいましてあまりにも難易度が高すぎるという場合にその合格ラインを少し下げる例えば180点から176点というでうにです、ね、下げるということが一度だけありましたけれども、まあ、ですからそういう補正措置を取ることはありうるわけですがただただし、えー、あのほとんどの年はでは、ね、例,例年においては これ180点が合格ラインになりますので、まあ、皆さんはもう180点をとにかく目指していくことが必要になります。でそこでこの行政法が112点も配点があるつまり300点中の3分の1以上ですよねあの非常にウェイトが高いということになりますので。 えまず皆さんとしてはこれ効果的学習法の話になりますけれども皆さんとしては何が何でも行政法を得意にしなければいけないこれはもう必須ということになります。まあ逆に言うとこれ行政書士の免許を始めてみて行政法がどうしてもわからないとか行政法の特典がどうしてもできないという方はこれはもうまずですねその年の受験を諦めるかもしくはこういうレックのようなですね スクールに通ってきちんとあの行政法あの基礎からですね叩き直すということをや,やった方が良いということになるわけですねもちろんもう最初からレクで勉強するつもりですという方はこの行政法が最も重要要なな科目なんだとといいうことを意識ししてて勉強していく必要があります、まあ、ちなみに私はこの2020年度で,ですね初学者向けのこの合格講座という講座の行政法の科目を 収録担当しておりますので、ぜひ聞いていただけいただきたいと思います。<laughs> そして記述で特筆すべきなのはこの民法ですね。これが二問出ます。やはり記述で民法二問出すっていうことは、もうここでぐっとですね。民法のウェイトが高くなる。なんと卓一よりも記述の得あの点数の方が高いわけですね。 これはます。まず民事法務に強くなってほしいということで行政書士は契約書を作成する、まあ、専門用語では起案と言いますけれども契約書を起案することが多いということに鑑みてまず文章力をきちんとですねあのチェックしたいとでそこできちんとあの的確にキーワードが使えているかどうかというところを確認するためにもこの民法の記述を出しているということが言えるわけですね。ただ、 あのちょっと裏の事情といいますかあのうがった見方をしますと、えー、これはあのロースクールをあの卒業したけれども司法、えー、試,試験にですね結局あの合格できなくてあるいはその司法試験、えー、あと何回か受けられるんだけどもう諦めたと、えー、やめとこうと、えー、思ってで、えー、結局、えー、行政書試験を受けようかという人があの、まあ、最近ではあのいるわけですねあのいらっしゃるわけです。 私もですね私,私自身もあのロースクールの出身ですけれどもやはりロースクールの,その周りの仲間を見てもですね例えば行政書士はあの一応保険で取っておこうという方が非常に多くてですねで中には行政書士になった方もいらっしゃるかもしれませんちょっとあのその後についてはですね特に聞き取りをしてませんけれどもその行政書士になったという方もあのいらっしゃるはずです。そそうなるとその ロースクールを出た人っていうのはあの行政法ももちろんできるんですけれどもそれ以上に民法ですねこれはあの司法試験に論文式の科目がありますので,、えー、で民法も行政法もも行政ちろん論文の試験がありますでそうなると、えー、民法と行政法の記述が出るっていうことはこれはあのいわばロースクール生ですとか司法試験の対策をしてきた方に対するいわばあのサービス問題と。 いうまあ、傾向がどうしても否定できないわけですねつまりあの非常に長,あの長文の論文大体あの最低でも1,000文字以上です、ね、の論文を書いてきたという方々に対して、えーまあ、40字ぐらいの記述だったらすぐあの解けるだろうということで、まあ、ほとんど勉強しなくてもです、ねえー、これ解けるような問題ということで、えー、そういうロースクールですとかあるいは司法試験学習をしてきた方にとっての、まあ、いわばサービス問題というものを、えー、出していると。 そういういい傾向が強いわけですこれが記述式の民法2問ですねそして行政法1問ということの裏事情ということはできるでしょう。しかしそのロースクール生とかあるいはその司法試験の学習をしてきた方にとってもですねこの一般知識等というものはこれはやはりどうしてもネックになってくるわけです。これ,これが 政治経済社会まあ、社会といっても、最近はあの時事問題が出たり、あるいは行政書士の実務に直結する知識ですね。例えば、風俗営業に関する問題です。とか、こういったものも出たりします。で、これが例年概ね7問出ます。まあ,あの配分はあの決まってませんが、まあ、例えば政治2問経済が2問で、社会が3問というようなイメージで結構です。これが若干変わったりします。そして！ 情情報報通信個人情報保護ここは非常に大切なんですがやはりあの現在現代のその IT 時代ですねに対応できるようにするために情報通信の問題はおおむね情報通信用語が一問。 そして、えー、用語以外の問問題が一問出ます。用語以外って何かというと例えば、えー、プロバイダー責任制限法であったり、えー、特定電子メール送信適正化法といいましていわゆる、えー、まあ営利的なメールですねあのだ、えー、電子メールによるそのダイレクトメールですね、えー、こういったものの規制に関する法律こういったものの知識が出題されるということになります。で個人情報保護が非常に大切なんですがこれは あのご存じの方多いと思いますが、えー、現代社会では個人情報の保護ということが非常に重視されていてで、えー、現在その我が国においても個人情報保護法という法律が作られていいますで個人情報保護法という法とう律があってでしかもこれ一般知識のの問題としてそ法律の知識そのものということはつまり条文がそのまま出題されたりします。ということは。 これは法令科目の延長線上にあると言っていいわけですね。で、しかも個人情報保護法というものは、これは行政法の延長線上にある条文あの法律になります。まあ、あの行政法の一部と言っても差し支えないわけですね。ですから。 この個人情報保護法についてはこれはもう行政法と同じようにとにかく条文をきちんと読んで理解していけばもうそれでおのずと得点できるということになりますので比較的学習がしやすいこれはあの先ほどお伝えしましたそのロースクール生というのはどうしてもこの一般知識がネックになって例えば足切りに引っかかってしまうという方もいらっしゃるわけですが。 し足切りにかからないようにするためにはどこから固めるかというとまず文章理解の3問はきちんとですね、落ち着いて読んで正解をしていくとでさらにはこの個人情報保護法という法律をきちんと丹念に読んでですね、えー、正確に覚えていってそして得点をしていくと。これが必要になるわけです。 その個人情報保護法に関してはこれは行政法のもう一部、行政法の延長線上にあるものと理解していただければ結構です。でこの個人情報保護法の問題、条文問題が、えー、毎年1問は出ます。で他にですねどういった問題が出るかというと例えば個人情報保護法というのはこれはあのまず基本法部分と、えー、そして民間のその事業者における一般法部分ですね。 に分かれてるんですがどちらかというとあの民間の事業者をですね対象にした、えー、法律ということができるわけですね。しかしそれに対して、えー、その国の行政機関ですねこれに対して、えー、個人情報を守れと、えーまあ、あのこのように規制を施すものが行政機関個人情報保護法という法律もあるわけですね。行政機関個人情報保護法でこの 行政機関個人情報保護法も、えー、時々出ます、まあ。毎年ではありませんが例えば2年に1回その条文知識が問われたりするわけですね。でこのように、えー、行政機関における個人情報の保護に関する法律ですね、えー、こういったものも出題の,の対象になってますので、えー、そ,うそういう出題が予想される法律の条文をとにかくきちんと読んでいくということが一般知識対策として必要になってくるわけです。 そして文章理解が3問とありますがこれいわゆる国語の長文読解問題です国語の長文読解というのはいくつかパターンがあるんですけれども例えば文章を一連のそのそ文脈のある文章をバラバラにしてでこれを並べ替えて元の文脈に戻してくださいというタイプのものですねいわゆる並べ替えというタイプですけれどもまあ、最近ではこの並べ替えが比較的多いという傾向にあります はい。で、えー、一般知識の足切りっていう話をあの散々してきましたが、この14問のうち、えー、最低6問以上ですね。これは合格ラインを見ると分かりますけれども、合格ラインはこれパンフレットの13ページにあります。これまず合格ラインはこ,このようになっている。まず、法令科目の得点のうちえー、50%以上ですね。まあ、これ法令科目 50%, 50に達していないとえー、まあ。これはもう。 例えば一般知識でですねあの足切りクリアしていてもトータルで60%満点の60%に達しないという可能性が高いですから、まあ、丸一番の要件は大抵の受験者の方があの、まあ、もちろん合格レベルにある受験者の方ということですねは、えー、クリアします。で丸二番がこれがあのいわゆる足切りと呼ばれるものですけれども一般知識等の科目が満点の40%以上。 でこれは56点満点あの出題数にして14問ということになりますが 14, あの14問の40%ということになると5.6問ということになりますで5.6問というのはこれはちょっと切りが悪い数字ですけれども40%以上だから最低でも6問は取らなければいけない5問だと足切りに引っかかってそこで不合格が確定するということになるわけですね。ですから 何度も言いますがそのロースクール生がです、ね、行政書士あの例えば大して勉強せずに受けてで足元をすくわれて落ちてしまうことがあるそれどうしてかというとこの一般知識の足切りラインを十分理解せずにですね全く対策をせずに臨んだ結果、まあ、文章理解はある程度解けたけれども他全く手をつけてなかったんで適当にマークしたらあの運悪くですね全部外れてたと。 まあそういういパターンですからこの一般知識の4割以上ですね40%以上つまり6問以上14問中6問以上は必ず取らなければいけないそしてこの1と2の要件を満たした上で試験全体の得点が満点の60%以上で満点は何点かというと300点満点。 ですから300点の60%は180点ということになりますで。ちなみに合格率の推移はこの折れ線グラフに書いてある通りですね。えー、例えば平成30年度で12.7%と、おおむね、えー、10人に1人以上の割合で受かっているということになります。平成29年になるともっと高かったわけですね。まあ、30年は下がっても12.7%ですから、えー、10人に1人以上ですね。 えは受かるとそういう割合の試験であるというふうにイメージをしていただければ結構ですでえ、10人に1人以上なんですがいわゆる相対試験ではありません競争試験ではないわけですね競争試験ではないわけですから、えー、これはもう自分との戦いということになりますつまり、えー、コツコツですねまずインプットを積み重ねていって、えー、そして、えー、適宜ですねあのそのそいわゆるアウトプットつまり問題演習ですねこれを挟んでいって で模擬試験もですねあのきちんとと全部受けていくとで模擬試験を受けながら模擬試験もですねこれも最終の模擬試験だけではなく途中の中間的な模擬試験もあの設けられてますのでそういったものもきちんと受けていってで模擬試験の様子を見ながらですね得点力をこう積み上げていくでつまりあの中間的な模擬試験では何点だったで科目はどこが弱かったということをきちんと真摯に反省をした上で えー、それを踏まえてですね適切に対策を立てていって要は自分の弱点がどこにあるのかということを、えー、その都度その都度ですね、えー、測っていくそして、えー、それを修正していくで修正していきながらだんだんこう合格に近づいていくというイメージを持っていただければ、えー、これで、えーまあ、皆さんもですね合格レベルに達することができるということになるわけです。<laughs> まあ10人に1人の割合と聞くとあの少ないなって思われるかもしれませんがしかし300点中の180点つまり6割取れば良いとでこれ他の資格試験と比べてもあのハードルとしては非常に低いわけですね6割で良いというのはあのハードルとして非常に低いわけです。でそのハードル低いハードルをギリギリでも構わないんで要するに超えていけばよいということになるわけです。 でそのこのハードルを超えるには一体自分はどういう力を身につけなければいけないのかそれを、まあ、適宜分析しながらですねそして弱点を補強してそして合格に近づくこれが理想の学習法ということになるわけですね。はい、で効果的学習法の話に移っていきますが今ですね見ていただいたそのパンフレットで言いますと12ページの下 のまずポイント1というところがあります。<laughs> これは今ですねあの長々とその試験科目の話ですとか、えー、その配,配点の話などをですねあのしてまいりましたそして実務の話もですね冒頭であのかなり長時間してまいりましたけれども全部あのここにやはり集約されるわけですね。まずポイント1番としては まあこれは昔からのそのよく言われるあの孫子の兵法の言葉ですね。敵を知り己を知らば百戦危うからずという言葉があります。その敵を知り己を知らばのその敵を知りにあたるところですね。まあここで敵っていうのはもちろん自分自身であると同時にその行政所知試験ということになります。で、行政所知試験を知るということはどういうことかっていうと、この民法と行政法があの非常にウェイトが高いということをまずきちんとあの頭に 入れておくことそうすると行政書士になるためには行政書士権をクリアしなければいけないで行政書士権をクリアするためには民法法ととと行政法を得意科目ににしていくことが必要になると言えるえわけです,、ね、ですから学習する際にはこの2点をですね、えー、クローズアップしていくとこの民法行政法をいわば攻略する。 これが必要になるわけですね民法と行政法を攻略するっていう発想これが、えー、どうしても必要になってくるわけです。このような科目の偏りをこう意識しながらですねただじゃあ民法と行政法をあのに強くなることが必要だといってもですねじゃあその2科目だけ勉強して他かは一切勉強しなくてよいかっていうともちろんそんなことはなくて。 例えば一般知識を全く勉強しないとですねこれはあの例えば怠惰なロースクール生と同じような結果になってしまうえつまり足切りにかかって不合格ということになるわけですからえそれは避けなければいけませんですから民法と行政法にウェイトを置きながらも、えー、ただ民法そして行政法ですねという科目がそれぞれ一通りインプットが終わった時点で今度は民法行政法の復習をしながら そそれと並行しての、えー、の他の科目、まあ、あの憲法はだあの大抵カリキュラム一番最初に行われてますが、まあ、憲法はあの基礎中の基礎ですからまず最初にあの導入として勉強していくわけですただ民法と行政法はこれ行,行政書士試験のまあメイン科目ですね、えー、ということになりますのでそこに、えー、レックでも、えー、かなり時間を割いて講義を手厚くやっているということになるわけです。 この民法と行政法の攻略に重点を置きつつ徐々に他の科目にもその範囲を広、えー、学習範囲をこう拡大していく広げていくということが必要になるわけですね。でえー、先ほどもお話ししましたがその憲法が最初の科目になる、まあ、これは憲法が日本国の中での最高のルール最高の法規範であるわけですからまずそれを知らずしてです、ねえー、法律を勉強してはいけない。 でそこででまず憲法から入っていいいくというカリキュリが多いわけですただ、あのーまあ、皆さんですね受講のタイミングっていうのがあ,り、ま、あると思いますので、まあ、憲法での受講のタイミングを逃した方は、まあ、次にそのメイン科目の一つである民法ですね、まあ、民法については、えー、やはり、えー、これはしっかりですね勉強していった方がいいと。で、えー、その民法の受講のタイミングを逃してしまったという方に関してはですね、えーまあ これはあの行政法から入っていくまあ、行政法があのある意味、一番配点が高いわけですから、行政法から入っていくということにもですね。もちろん合理性はあります。いずれにしても憲法から始めるか、あるいは民法から始めるか、あるいはその行政法から始めるかとまあ。それはもう時期の問題ということになりますが。 やはりお勧めできるのはなるべく早くですね、えーその、その試験勉強に着手してでなるべくその後ろに余裕を残しておく、なぜかというとこれはアウトプットに注力するアウトプットにこう力を入れていくという時期も必要になってくるからということになるわけです。はい、そして、えー、次にですねこの、こちらのページになりますが。<coughs> この一般知識科目で、えー、基準点である40以上を確保すすること,とありますねで、えー、効果的学習法としてはですね、効果的な学習法としては、まず、えー、一般知識の中の政治分野というものを、これを切り離して、あの法令から切り離して勉強するんじゃなくて、えー、むしろ憲法と関連づけながら、えー、理解をしていく、これが非常に重要なんですね。なぜかとというと、えー、これ 憲法に関連する知識が政治分野として出題されることがしばしばあるからです例えば、えー、法令科目の憲法はもちろん日本国憲法の解釈だったり判例だったり、えー、条文知識ですねこれが問われるわけですが、えーそのえー、法学の世界ではですねあのいわゆる法解釈の学問の世界では 比較憲法という分野があります比較憲法って何かっていうとよその国の憲法と比較して我が国の憲法をより深く理解しようとそういう分野ですけれども比較憲法的な観点からは例えばイギリスには条文,が条文を持った憲法が存在しないまあ不文憲法というんですけれどもそういう国であるとか。 でしかしイギリスの政治体制は議員内閣制といってこれは日本の,その政治体制と同じなんですね、まあ、日本が模倣したというのが正確なんですけれども日本と同じということになります。それに対してアメリカの政治体制はアメリカではいわゆる条文を持っているアメリカ合衆国憲法ですねというものがあるわけですが、まあ、この点は日本国憲法と同じですね。しかし日本とアメリカの一番大きな違いはアメリカには大統領がいると。 大統領制という政政治体制を取っているわけです。このように大統領制と議員内閣制というま大きな2つのタイプの政治体制があってで各国にはですねその中間的な体制もあのたくさんあります。例えば大統領もいるしいわゆる内閣もあるというそういう国も少なくないわけですね。 フランスもそうですしあるいはドイツもそうです,ですけれどもあとはまあ韓国ですねといった国々があります。で今実は私がお話ししている知識というのはそのまま行政書試験に政治分野の問題として出ることを今お話ししているわけですね。ですからこ,うこのように 憲法の知識からさらにこう拡大して広げていって関連づけていって一般知識を学習していくそうするとより憲法の理解も深まるし政治分野も得意になりますので取りここぼしが少なくななくるるとということになるわけです,、ね、ですから一般知識の中の政治分野を憲法から切り離さないであのなるべく関連づけながら学習するということが一つ言えるわけです。 でこのようにしてこれがまさに効果的な学習法ということになるわけですが効果的学習法としてはお勧めしたいのは法令科目をを意識識識しながら一般知識の知の身につけていいくという姿勢ですね。まあ、考えてみると一般知識の科目というのはです、ね、あの何らかの法律の根拠あるいは条約の根拠をに基づいて出題されているという問題が実は非常に多いんです。 で行政書士の実務にかあの関わる問題も当然ながら何らかの法律に関連性があります。風俗営業適正化法法だったり、えー、いわゆる入管法ですねという法律に関連性がありますので結局一般知識の問題も、えー、突き詰めて言うと法律の問題と法令問題ということになるわけですね。このように 法令科目と一般知識をなるべく関連づけながら切り離さないようにしながら学習をしていくことこれが実は重要でそこを意識できるかできないかによってあの一般知識対策が進むか進まないかということが分かれてくるわけですね。ですからこのパンフレットではあの割と抽象的に一般知識科目で基準点である40%以上確保すること としか書いてませんけれどもあの皆さんにぜひやっていただきたいのは一般知識の過去問をきちんとあの法律的な観点から分析するつまりこの一般知識の問題はどの法律あるいはまあ外国の知識だったらどの条約と関連づけられているんだろうか。 あの例えば環境問題が主催されることもあるわけですが環境問題といえば、えー、まず例えば典型的なものとして、えー、地球温暖化防止条約ですねという条約が存在するこれも、えー、もちろん法規範あの法的なルールの一つということになるわけですからあの一般知識も結局は法令なんだということを意識してで切り離さないなるべく関連づけながら学習をしていくこの姿勢が重要なんですね。 逆にこの観点をきちんと持って勉強を続けていくことによって、えーまあ、皆さんの,その法令の理解も深まるし一般知識も得意科目になってくる、えー、そうすると足切りにかかるということはですねよっぽどあのミスをしない限りはありなないといととうことになりますはい、そしてポイント3としてアウトプットでは過去問を徹底活用することとありますね。 もうこれはどの資格試験でもあの同じです。どの資格試験でも当てはまることで、特にあの行政書士だけ特別ということではもちろんないわけですね。ただあの意外と過去問というのはもう出ないからあの勉強しないとか、あるいは過去問をやらずに勉強して受かりましたという方の声もですね、あの意外と多いんですけれども、ただ。 あの例えばまず過去問を一切勉強しなかったけど受かりましたという方は何をされているかっていうと結局過去問をベースにあの作られたテキストですねこれをしっかり読み込んで、えー、細部まであのきちんとインプットしてるこれは実はあの過去問学習と同じ効果を持っているわけですだから過去問一切やらなくても受かる方っていうのはいわゆる基本書ですね、あのー レックでも合格基本書という本を出してますけれどもこのいわゆる基本的なそのテキストをもうあの丸ごと一冊きちんと頭の中に入れて,あの入れてしかも応用もできるとまあ応用というのは例えば記述ですけれども記述,式記述式試験ということになりますがまあ応用力まで身につけたという方であればもちろんあのこれ過去問を一切検討してないわけですけれども結果的には過去問を全部検討したのに等しい 効果を持っているわけですねですからどうも過去問学習がですねしっくりこないという方はもうテキストをとにかく繰り返すで細部まできちんと覚えていってでしかも応用力ですね書くこともできるときちんと書いてですね表現することもできるとそこまでの力をつければ過去問確かにやらなくても良いということになります。しかしかですね 大半の方はテキストを読んだあの1回読んだあるいは何回か読んだだけでは十分,に理解十分な理解に達してないという方もいらっしゃると思います。で十分な理解に達し,あの達してないという方はもちろんそういう方の方があの多数派なわけですから、えー、安心していいわけですね。じゃあ何をすべきかというとこれは理解を深めるためにそのテキストの理解を深めるために過去問をきちんと検討する。で 過去問ののの検討の仕方いいうのはいくつかありまして例えばインプットがある程度進んだらそこまでの過去問をまず答えを見ずに解いていくっていうまあオーソドックスなやり方ですね。で、えー、合ってたら、えーまあ、合ってても間違ってもですねここはあのきちんとあの解説は読み込んでほしいわけですけれども、えー、合っていても間違っていてもあの解説を読んで、えー、どこがポイントかというのを理解していくと、まあ、それが一番オーソドックスなやり方ということになります。ただ あのもっとあの、まあ、これ効果効果的というかあの効率的な学習方法になりますけれども効率的学習方法としては、えー、これは過去問をもう解くんではなくて、えー、例えばテキストに書いてあるこの知識は過去問の選択肢ではどういうふうに表現されているのかということを観点からもう選択肢をまず読むわけですね。で選択肢を読んで「えー、丸か×か」と。 いうどちらかになっているわけですけれども、えー、どっちかなっていうことはちょっとあの予想しつつですねもうすぐにあの解説の方を見て、えー、もう丸「丸×を確認すると。で「丸なら丸でですね、えー、テキストとはちょっと違うことが書いてあるけれども、えー、それはどうしてなのかなっていう観点から解説を読んでいくとあそうかこれはあのテキストのあそこの知識と、えー、この知識を組み合わせているからこういう記述になるんだということを理解していくわけですね。 あるいはえ罰の選択肢だったらこれどこが間違いなのかっていうことをその解説を見ながらきちんとチェックして場合によってはもう選択肢の中にそれを書き込んでいきます選択肢にこう書き込んでいって、えー、ここが誤ってるんで、えー、こうなんだとでその法的な根拠としては、えー、例えば民法の何条だとかあるいは、えー、行政手続き法の何条だっていうふうにですねあのそ,れそれをきちんと、えー、確認していく作業ですね。ですからあの 一つ一つの選択肢についてそれを全部やっていくというのは実は非常に時間がかかるものですけれどもただ結果的に見ると急がまあれでその作業をですね丁寧にやっていくことによってより深くですね理解することができるそして同時に試験に出る時にはどういう表現でその知識が問われるのかというその表現の仕方やはりテキストの文章というのはあくまでも文章。 ですね。一連のその道理的な流れで書かれているわけです。しかし、それがあの一つの選択肢として切り取られて出題されたときに、しかもあの誤りの選択肢として引っ掛けで出題されるときに、一体どういう観点から問われるのかということを過去問学習を通じてぜひ身につけていただきたい。その意味では、あの最初ゼロかあのそのインプット終わってから。 解いていくやり方でも構いませんがあのなかなかですねその解いていくやり方をやってみた時にその、えーまあ、不正解ですね正解できなかったという経験が多くなるとどうしてもですね自分はなんかよく分かってないな あのダメななななののかかとと向いていないてう,うにあのついあのマイナスイメージを持つ傾向にある方があの多いですからあのそういうマイナスイメージを持たずに是非、ねえーまあ、そういうマイナスイメージをどうしても持ってしまうという方は、えー、もうあの解くんじゃなくて過去問をとにかく、えー、見るそして解説を読むということをしっかりです、ね、あのやっていただきたいということになるわけです。 そして最後になりましたがそのいわゆるスケジューリングの話ですねスケジューリングの話としては、まあ、例えばこれレックのちょっと手前ミスになりますけれどもこの合格講座という講座これがあのかなりよく考えられてまして例えば民法が20回ですね行政法が22回とこれは当然民法と行政法の問題数が多いからということに由来するものということになります。で 一、えー、コマあたりが、えー、2.5時間の講義になってましてで、えー、例えば20回のお20コマですねの講義でしたら、えー、50時間ということになるわけですね,ね2.5時間かける20ですから50時間ということになりますじゃあ50時間の、えー、インプットの学習だけで本当に、えー、対処できるかというと実実際もちろんそうではなくてこれは講義を聞いて ででその倍の倍時間ですね例えば2時間半の,あの1回2時間半の講義を聞いたらその2倍の時間ですねこれを復習に当ててほしいとそうなると例えば火曜日の夜のクラスそして金曜日の夜のクラスという、まあ、この週2コマのですね講座を受講したと仮定しますとその2.5時間でまず講座でインプットをします。 でその後、えー、水曜日木曜日と、えー、毎日2時間半ずつ復習をしていくわけですね。そして次に金曜日に新しい知識をインプットしてで今度は、えーまあ、土曜日日曜日月曜日とあるわけですが、えー、そのうち、えー、土曜か日,日曜日はちょ,ちょっとお休みにするとで、えー、そうすると例えば土曜日と月曜日、えー、もしくは日曜日と月曜日ですね、えー、そこで、えー、復習をやっていくということをやっていただければよいわけです。 もちろん一日も休みたくないっていう方はその空いてる日に、えー、総復習としてですねその,あの1週間にやったことを、えー、全部おさらいするというふうに勉強していただいてもいいわけですね。いずれにしてもあの継続は力なりということはありますけれども、えー、とにかくコツコツですね毎日コンスタントに同じ時間勉強を続けるっていうことは非常に重要でして、えー、とにかく2時間半ですね、えー、講座でその講義を聞く、えー、経験それ自体が あの3時間という長丁場のです、ね、試験に集中して学習集中してその問題を考えていくというその姿勢を養うことにもなりますのでこれはぜひですねその講座を特に生講義ですねで講座を聞いていただければこれはあのその集中力も同時に身につくということが言えるわけです。まあ、こ,のようこういったカリキュラムを考えておりましてレックとしてはですねご提供しておるわけですけれども。 えー、もし仮にですねこれをあの独学でやるということになった場合おそらくインプットの効率は明らかにに悪いといととうことになるわけですね、えー、なぜならば、えー、自力でその本を読んで,でポイントになるところを、えー、例えばラインマーカーですとか、えー、赤鉛筆などでチェックをしていくわけですけれども、まあ、最初はもちろんあの例えばモチベーションがあったりやる気があったりすると、えー、ある程度できるわけですが例えば「 民法のです、ねえー、物件あたりになった時になんかだんだんこう疲れてきたなと、えー、大変だなとあるいはその自力で、えー、この分野例えば定当権という分野を理解するのは非常に難しいなというふうにあの考えてくるあかそういう考えに、えー、至ってくると徐々にですね、えー、ああこれ誰か教えてくれる人がいたらなという考えに至ってくるわけですね。ですからあのそうなる前にぜひ、まあ えー、一度その講座に足を運んでいただいて、まあ、これあの各科目の初回の講義は無料体験ができます無料体験講義となっておりますので是非、えー、ですねそういった機会を利用していただいて、えー、出席をしていただいてあやっぱり自分で本を読むよりも聞いた方が理解が早そうだなと思ったらですね是非ご受講を考えていただければと思います。ですから あのもし独力でテキストを読んでいくということになりますとこれは毎日ですねこれは別に誇張では大げさに言うわけではなくて毎日やはり5時間ぐらいは時間を確保して学習を続けていただく必要があるとそれでおおむね1年間ですね1年間5時間1年間5時間というとすごく長いた,たくさんの時間を使うように思われるかもしれませんが。 あの他の司法試,試験ですとか司法書士試験ですねと比較すると、えー、もう1年間5時間ずつでは全然足りませんので、えー、それと比べるとですね明らかに行政書士は楽だと言えるわけですね。しかしあの独学で 1, あの1年間1日5時間の学習を続けるっていうことはおそらくですけれども不可能に近いわけですね。なぜなぜらば 行政書士検あの受験される方というのは大半があのお仕事をお持ちの方、有職者の方が多いからです。まあお仕事をしてない方であってもあの一日五時間の集中力って最初から身についている方ってあの比較的少ないと思います。まあ逆に言うとそれだけ時間がふんだんに使えてでそのテキストに集中できる能力があって一日五時間をこれを一年間続けることができるという方は。 まあこういうい講義を聞くくく必要は全くなくてですね、えー、それでもうとにかく、えー、我が道を進んで、えー、ポイントをチェックしてで過去問を読んだり解いたりしてで、えー、ポイントを押さえた上で、えー、本試験に臨むということをやっていただければよいということになるわけですね。で、えー、そうではないと例えば1日5時間も勉強に充てられませんとかあるいは、えー、その誰かの講義を聞かないとなかなか理解が進みませんという方は是非、まあ、ですねこういう えー、講座を、まあ、ご利用いただいて、えー、まずは講,義講師の話を聞いてあふんふんなるほど、えー、そういうことかとまず理解をした上であとは過去問を見ながら、えー、テキストを読みながら、えー、復習をするということをあの1年間しかもだいたい2時間半から3時間ぐらいですね、えー、の時間をかけて、えー、コツコツ続けていただければということになるわけですね。はい 1>, えー、1時間の予定だったんですけれども、えー、ちょっと長引いてしまいましたが、えー、もう一度ちょっと確認をしておきますとですね、1年間は非常に長丁場ですで合格講座があの一通り、えー、終わる時期というのがだいたい月数にして約8ヶ月ぐらいですね、かかりますで8ヶ月ぐらいを、まあ、インプット中心で8ヶ月ですね、えー、過ごしていくと。 もちろんそのインプットだけその8ヶ月間やってるとどうしても飽きますし長続きしないという可能性高いですからその間に過去問の学習ですねまあただ過去問学習も結局はインプットの一環になります。つまり試験でではどどういううういい表現出出るるののかかっけがというところを研究していくわけですねこれが過去問学習。だからそれもある意味インプットということになります。 ですすからインプット中心が8ヶ月あるわけですねで。残りの4ヶ月をどう過ごすかというとアウトプット中心、まあ、演習講座に出るとかもしくはあの中間的な模擬試験を受けるとかそういったことを通じてですね自分の実力を測定するそして弱点を把握して弱点補強をに努めるということが必要になってくるわけです。 はいえー、そして最終的な模擬試験としてこの全日本行政書士公開模試ですねこういった試験の機会もありますので、えー、ここで最終的なその実力の診断をするとで、えー、直前期になって、えー、最後の弱点補強ですね測っていくという、えー、流れになっていくこれがあのいわゆるスケジューリングということになるわけですね。まあレックの考えるスケジューリングとということになりますで おそらくですね独学の方でも模擬試験も一切受けないっていう方は非常に少数派だと思いますですから独学の方はですね今私がお話ししたことを参考にしていただいて、まあ、1日5時間ですね目安としてはインプット学習が。 そして1日5時間をまあコンスタントにまあこれはもうインプット期間は独学の方はもあの各自ですね自由に決めていいわけですから半年でインプット完了できるって方は半年で完了してあとは市販の問題集などを使ってアウトプット中心に弱点補強を務めながらですねあの補強していくということをやっていただければよいと。でレックで受講される方はもうレックのカリキュラムにのっとっていただければ、えー インプット中心でありつつ適宜、まあ、アウトプットも織り込むという流れにしておりますのでえぜひですねそれを、まあ、あの体験していた,いただきたいと思います、はいえーまあ、10分近くですねちょっとオーバーしておりますけれども、まあ、以上をもちましてです、ねえー、このガイダンス講義はおしまいとさせていただきたいと思います「えー、効果的学習法とスケジュールの組み立て方」というタイトルでお話をしましたが、まあ、どちらかというと学習法を中心になりました。 ぜひです、ね、皆さんこの行政書試験にチャレンジしていただいてどういう資格なのかあるいはどういう試験なのかということをきちんと研究しながらそしてそのどういった学習方法が望ましいのかということも考えながらですね勉強していただければと思いますでちょっとあの自分一人ではですねなかなか全部詰めきれません考えられませんという方はぜひ REC のです、ね、無料体験講義にお越しいただきたいと まあ、このように思っております。はい、それでは以上で、えー、私からのガイダンス講義はおしまいといたします。どうもお疲れ様でした。